ちゃ。こんにちは。はい。さあ、豊さん。なんでしょう。あのウィーラー選手が。そうですよ。なあ、大好きな選手だったんだけどな。あのムードメーカーというか明るいというか。まあそうだね。はい。まあ年齢的なこともあるのかもわからないけど、はい、まだまだできそうなね。そういうイメージでしたけどね。まあそんな感じはするけどね。はい。まあムードメーカーで、うん、まあ本当に盛り上げてて、はい。なんか日本人に愛されキャラだったよね。そうですよね。そうだね。で楽天でまあ巨人に来て。はい、はい。まあ、活躍して、まあ、苦しい時にね、はい、ウィーラーが支えた部分も多分あったと思うしね。そうですね。まあ、多分じゃないな、あったね、はい、だから、まあ、ちょっとやっぱり戦力外になってもう見れないのかと思うと、はい、ちょっと寂しいね。寂しいですよね、うん、ただどうなんでしょう、ウィーラー選手他のチームでまだまだ豊さんやれるっていうのは、まあ、やれるとは思うけど、はい、まあ、年齢的なこともね、はい、まあ、多少あるかもわからないけども、うん、やっぱウイラって日本のピッチャーに慣れてるし、はい、まあ、それなりの対応力を見せるしね、うん、だからまだまだ使えると思うけど、そうです、ね、ただその外国人に求められてる、まあ、ホームランだったりだとか、はい、そういうものっていうのは、まあ、ちょっと物足りない部分はあるけどね。例えば中日とか、はい、やっぱ盛り上げるとかチームを鼓舞するとか、うん、で確実に打ってくれるとか勝負強いとか、まあ、そういうことを考えると、まあ、ホームランはいいやと思うんだったらウイラなんていうのはいいと思うよ。おで中日ちょうどアリエル選手が出るので、うん、まあそうだね、はい、まあ、枠があるといえばあるでしょうし、あるよね、はい、だからもうその最初からこの慣れるとか、はい、慣れないとかいうよりも、もう最初から使っていけるよね、うんうん、まあ、それと中日のピッチャーの方がいいからさ、はい、巨人よりはね、今のところはね。だからそれを味方にジャイアンツのピッチャーたちを打てるっていうんであれば、もう割と打つような気はするけどね。お、守備に関しては豊さん、ミーラーどうですか？守備、はい、守備は目つぶるよね。でもね、あそこまで一生懸命やる外国人も珍しいぐらい、やっぱ献身的だ。その自分ができる範囲の中でもう全て出し切ろうとする外国人っていうのは、はい、すごく見ていて美しいし、はい、体型は美しくないけどね、ちょっとボヨンとしてる。いやだけど俺はすごく好感の持てる選手の一人だったですよね、うん、その巨人をその、まあ、戦力外とか自由契約になってしまった経緯っていうのはやっぱりそのウォーカー選手が今いるからっていうことなんですか？まあそうだね、ウォーカーがもういきなり20本以上打ったりだとか、はい、まあ、したしね、うん、で、まあ、浅野も取ったりだとか、はい、まあ、長野という人も取ったりとかね、うん、まあ、いろいろ守るべきところが守れなくなってくるよね、うん、で代打だけでどうなんだっていうと、まあ、松田も取ったしみたいな、はい、ウイラの方が先にクビにはなってるんだけどもね、うん、まあ、そういうところでこう弾かれていったっていうことだけだからさ、うん、だ、まあ、他の外国人であったり他の選手との兼ね合いで出場機会がないから巨人は手放したという感じですね。まあそうだね、だからまあ他の球団でまあ多少余裕があるんであれば、はい、ウィラもそんな高いことは言わないと思うんだよね。でやっぱ外国人でウィラ見てると日本好きだよな。あ、なんかそんな気しますよね。あ、まあ、そうなってくると、まあ、置いといて枠の部分で、はい、置いといて必要な時に使うとか、うん、あ、まあ、そういうことがあってもいいのかなっていうふうには思うけどね。でさっき豊さん中日っておっしゃいましたけど、セ・リーグとパ・リーグ、例えばセ・リーグの方がいいよとか、パ・リーグの方が、まあ、どっちでもいいと思うよ、うん、パ・リーグにも所属してた人間だから、はい、まあ、DH っていうのもね、うん、試合に入れるとあのいいと思うよ。例えばパ・リーグだとどこの球団とかウィーラー、例えばオリックスの方がいいんじゃない。いいですよね、まあ、例えばね、吉田正尚が仮にメジャーにもう完全移籍するとするなら、はい、まあ、DH の枠っていうのも空くしね、はい、オリックスなんかも置いとくといいよね。でオリックスっていうのは最近外国人当たってないじゃない、はい、まあ、その中でやっぱこう力をね、つけて優勝までしてるんだけども、でも一人いるといないのじゃちょっと全然違うしな、はい、で、まあ、あんまりホームランは期待はできないかもわからないけども、勝負強さっていうのはウィラは持ってるしね、はい、だからオリックスなんかもいいかもわかんないよね。日本ハムとかはどうですか？どうだろうな、うん、ね、ただ新庄監督は、はい、まあ、そのぐらいの選手をウィーラーみたいな選手を使うんであれば若手にチャンスをあげたいっていうふうには思うんじゃないのかなと思う。あ、うん、だから日本ハムはちょっとあんまりないかなとは思うけどね。まあ、楽天っていう手もあるんだよ。戻る、いやだって楽天の外国人も当たってないでしょ、はい、で DH が誰にするのかって、うん、ウィーラーすればいいのになって、
で右が不足しているという、はい、浅村一人で頑張っているという、うん、右はね、まあ、そうなってくるとやっぱり右の打てるバッターって言ったらウィーラーとかね、はい、まあ一回戻ってもいいのかなっていうふうには思うけどね。そうですね、それもありといえばありです、ね、まあ、ロッテもつなぐ野球じゃない、ね、そんなパカパカホームランを打つようなバッターもそんなにいないしね、まあ、外国人がやっぱこういなくなるとかそんなこと考えると、まあ、ロッテでもいいと思う。うん、ロッテもそうですよね、うん、だって日本の野球やってくれるもん右打ちとか、うん、だからそういう意味では貴重な戦力には俺ウィーラーはなれると思うけどね。おー、ウィーラーの他にも例えば豊さん阪神結構今回、うん、あの外国人が自由契約になりましたけど豊さん的に例えば阪神の阪神はいらないないらない、やっぱりね他で、まあ、新監督ってやっぱ他でやってる外国人というよりも新鮮な方がいいって、うん、多分考えるはずなんだよね。それと岡田監督のあった構想の中で外国人っていうとバースなんだよね頭の中が。やっぱホームランを打ってくれなきゃ意味がないっていう風に、はい、多分思ってるはずなんだよ、うん、そんなんだったら日本人使うよみたいな、うん、岡田監督だったらね、はい、ウィーラーは当てはまらないかなっていうような気がする、うん、そしてセ・リーグだとやっぱり中日、パ・リーグだとオリックス、まあ、中日なロッテ、楽天、まあそうだな、うん、まあ、中日、まあ、広島でもいいと思うけどな。だってファースト誰にするって言ったら松山と外国人がいるよね、はい、まあ、サードは坂倉がもうキャッチャー専任になるとしたらじゃあサードを誰にするかっていうと、うん、まあ、ウィーラーサードもできるからね、はい、そうだな、まあ、広島も取ってても面白いと思うよ。おお、あ、じゃあ結構本当にね、どこか取ってもただ年齢が、まあ、引っかかる可能性はあるよね。あ、今35歳なんですよね。そうでしょう、はい、半ばなのでやっぱね、そこら辺はねやっぱ年齢的なものを考えると、まあ、元気だけどね、ウィーラーの動きとか、はい、走る姿見てると元気だけど、あ、まあ、1年経って来年になったらどうなのかっていう、うん、やっぱね野球選手ってねこう人生が凝縮されてるというか、はい、1年の疲労またその老化っていうのはやっぱねちょっとひどいんだよね。大きいんですね。だから維持するしかないんだよ。だ人生80年って言ったらそんなに老化っていうのは見えない部分なんだけども、やっぱ野球の人生、まあ、15年から20年って考えるとするとやっぱりその老化っていうのは80年から比べるとすごく目立つよね。まあ、そういう考え方を俺はするんだけどもね。じゃあ単年とかだと大丈夫です。まだ、まあ、単年だよね。もう単年でもウィーラーだったら OK してくれると思うよ。おお、じゃあまだまだねウィーラー選手のその、 あの明るい笑顔とハッスルな感じは見たいですけどね来年、うん、どこかでも球団取りそうな気もしますけどね。なんかそんな気も、まあまあでも他の新しい若いこう動けるような選手をこうね、もっとホームランが打てるような選手を模索してるとは思うけども、そこで探しきれなかったらウィーラーを持ってこようかっていうことは、うん、2番手としてはなんかちょっと考えてそうな気はするけどね。ということは年内に決まるよりかは もしかしたらちょっと年持ち越して、うん、あ、可能性はあるね。ありますよね。あ、可能性はある。ただ足並みを揃えたいんだよね球団はね、うん、で契約更改も年内までに絶対終わっときたいしさ、はい、でまた新年を迎えた新たな気持ちでっていうのもあるだろうから、だからまあ年内いっぱいではなんかどっか動きそうな気はするけどね。そうですね、ちょっとまだまだ全然ウィーラーなんか大丈夫だと思う。そうです、ね、あ、1年だったね。もう1年単年契約だよ2年契約じゃない単年契約小刻みに小刻みにウィーラーに悪いけどでもまあそうですね、年齢的にでもウィーラーはもう日本のその考え方だとかシステムをよく理解してる外国人の一人でだと思うんだよね、はい、まあ、そうなったら単年契約を持っていったとしても了承してくれると思うよ。その中で一生懸命やってくれると思うよ。そうですね、うん、やっぱ性格がいいもんな、うん、明るいしアクション玉をキャラクターがいいしなえ、アクション玉そうって言われてるんです。アクション俺の中ではポテトヘッドにしか見えないんだけどでも系統的に一緒だね。一緒ですよね、うん、だからキャラが立ってんだよ。ですよね。もうグッズなんかもうめちゃくちゃ売れると思うけど。可愛いの作れますよね。作れる作れる。来年もね、どこかの球団でね、じゃグッズプラス、まあな、ね、あのウィーラー選手が活躍する姿みたいです、ね、でもさ、そうやってみんなを鼓舞するけど、ウィーラーは照れ屋だからね、シャイだから、ね、ヒーローインタビューなんか何にも答えないイエス
いや、でみたいな。イエスしかないの。いやいや、グラウンドでこう暴れ回ってたじゃんって。そうそう、あれも。ものすごいテレアなんだよ。またそこが可愛いんだよ。なるほどね。でもそれだったらなおさらなんか日本でやってほしいですね。はい。